はい、お疲れ様です。猫色チャンネルです。というわけで今回は ST310 ユーザーの皆様朗報でございます。ドン、はい、こちら大人気キャンプギア外 ST310 なんですけど、あ、出さなきゃわかんねえか。はい、こちら大人気キャンプギア外 ST310 なんですけども、今回はこちら外 ST310 をよりよく使うためのキャンプ道具をご紹介したいんですけども、なんとセカンドストリートにその商品が売っていたんですよ。なので今回はそちらを皆さんにご紹介していきたいと思います。はい、今回ですね、外 ST310 をよりよく使うための商品、セカンドストリートで見つけてきた商品ご紹介したいと思います。こちらになります。ででん、はい、クッカースタンドかっこシングルバーナー用ということでですね、皆さんよく見てくださいよ、よく見てくださいね。はい、あれ、これどっかで見覚えあんな、あれ、あれ、これどっか見覚えあんなって、これ外 ST310 やん。というわけでですね、こちらおそらく専用機ですね。はい、 ST310 専用クッカースタンドということで、こちらセカンドストリートさんの方で売っておりました。はい、ちなみにこちら輸入発売元は株式会社覚醒さん、新潟県燕市の会社になっております。皆さん、このソラリラックスっていうロゴを見たことあると思うんですけど、こちらですね、今回は開けていきたいと思います。いや、意外と硬い、意外と硬い。はい、じゃあ開けていきますよ、せーの、ドン。お、意外とシンプル。はい、こんな感じになっておりますね。はい、展開は至ってシンプルですね。こんな感じでございます。おお、いいですね。じゃあちょっと早速フィッティングタイム行ってみましょうか。もう私もね、前回のトラウマがあるんで、ででん、はい、皆様こちらの商品覚えてらっしゃるでしょうか。私がですね、以前この外 ST310 にぴったりくる具足じゃないかということで購入してきましたバンドックさんのものなんですけど、こちらがですね、はい、こんな感じでね合わなかったんですよ。いやー、悲しかったな。で、その時代用したのが、ででん、はい、100円均一で売っていたこちらの折りたたみスタンドなんですけど、これだと、はい、こんな感じでいい感じの高さになるということでご紹介したんですけども、はい、今回のこちらはもうパッケージにも書いてありましたが、おそらく ST310 専用機だと思いますので、ちょっとですね、早速やっていきたいと思います。では運命のフィッティングタイム行かせていただきます。頼む頼む、ぴったりシンデレラフィットや。あ、気持ちいいねこれ。あ、これ気持ちいいね。あ、これいいね。はい、というわけで、いや、さすがですね、もうこれは純正品と言っても過言ではないくらいのいい感じのごとくですね。いや、 ST310 専用とは一言も書いてないんですけども、いや、もうこれぴったりすぎる。というわけで、これがあればですね、大きいクッカーとか大きいクッカーなんかを使う時もこいつがごとく代わりになってくれるので、いい感じに使うことができます。作りもシンプルだからかっこいいですよね。はい、じゃあ詳しいスペックの方ですね、寸法、まず使用時、約 183×258×132mm、 そして収納時が約 83×165×40mm になっております。で、重量は 400g、材質がステンレスになっております。はい、今回ですね、こちらのクッカースタンドをご紹介したんですけども、私ですね、以前セカンドストリートさんでこんなものを買ってました。ででーん、はい、これね、いわゆるセカスト1000円鉄板と呼ばれるものでございます。はい、まあ、今やね、100円均一にも鉄板、100均鉄板売ってるんですけども、それをはるかにしのぐ大きさ、鉄板サイズ 210×148×10mm の厚さの鉄板版がセカンドストリートさんで発売されておりました。なのでね、今回はね、これとちょっと合わせてどうなのかということで試してみたいと思います。これいいっすよね。
いやずっと探してたんですけどやっと手に入れたんですよ。なのでちょっと今日はこれも皆さんと開けていきたいと思います。よし、あーなんか美しいね。美しいですよ。あ、防サビ効果のあるシリコン樹脂塗装が施してあるためすぐに使える。待てよ、これシーズニングいらないのか。マジか、シーズニングできないのか。普通の人は楽でいいって思いますよね。はい、はい、そして輸入発売元パークレーン株式会社さん、あれこれどっかで聞いたことあるな。あ、私が以前視聴者の方からもらったクロメスティンの会社と同じですね。群馬県高崎市の会社さんになります。早速ですね、今回のこの五徳に乗せてフィッティングタイム行ってみましょう。じゃあどうだろう、すごいねぴったりだと思うんだけど、どうだどうだ。あら気持ちいい気持ちいい。これ専用鉄板ですよ皆さん。こちらのセカスト1000円鉄板、セカストで買ったこちらのクッカースタンドにシンデレラヒットでございます。これめっちゃちょうどいいっすよ。わあこれいいな。なんか入ってる、なんか入ってるぞ。よいしょ、あ、こんなものが入っておりましたよ皆さん、はい、これはおそらく、はい、ここに入れてやって鉄板を持ち運ぶためのクッカークリップみたいなやつですかね。これ収納ね、収納を試したかったんですよ、収納を、はい、これね、この収納袋に、まあ、鉄板はまあ当然入るとして、はい、このクッカースタンドも入ったら激アツじゃないですか。ちょっと試してみたいんですよ。はい、じゃあちょっとねやってみたいと思います。さあどうだ、いけるかいけるか。おお、はい皆さん来ました、こちらのセカスト1000円鉄板の収納袋にクッカースタンドきっちり収納できますね。いやこれは嬉しいな、これ2つセットで買った方がいいですよ皆さん、はいいやこれは ST310 ユーザーさんにおすすめしたい商品ですね。こちらの覚醒さんのクッカースタンド、そして私もやっと手に入れましたセカスト1000円鉄板です。シーズニングしないでそのまま使える便利な鉄板ですね。そして厚さもねかなりあるので美味しいお肉が焼けるのではないでしょうか。というわけでですね、はい、今回はセカンドストリートさんに久々に行ったら激アツなキャンプギアが売っていたということで、こちらクッカースタンドと1000円鉄板ご紹介させていただきました。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございます。この動画がいいと思ったらグッドボタンぜひぜひお願いします。また次回の動画もお楽しみに。バイバイ。